スナッチ福桃チャンネルにようこそ。今回は、フクロモモンガに関して驚いたことシリーズの第1弾として、フクロモモンガの飼育方法の歴史というテーマで、お話ししたいと思います。実は、僕は、約25年前にも、フクロモモンガを飼育していました。その当時、フクロモモンガがどのように販売されていて、どのような飼育方法が推奨されていたか、ご存知の方はいますか？もしその当時飼育されていた方がいましたら、コメント欄にコメントをいただけると嬉しいです。現在とは全然環境が違うので、当時はどんな感じだったのか、僕なりの経験談をもとにお伝えできればなと思っています。まず、本題に入る前に、フクロモモンガってどんな動物なんでしょうか？似ている動物として、ムササビやモモンガを思い浮かべたりしませんか？実はフクロモモンガは、オーストラリアにいるカンガルーやコアラと同じで、お腹ら辺に袋を持っている、有袋類という動物の仲間になります。その一方、モモンガですと、代表的な飼育できるモモンガだと、アメリカモモンガになりますが、こちらはリスの仲間になります。カンガルーとリスって考えたら、全然違いますよね。ですので、フクロモモンガは、その名前の通り、袋を持った動物なんだということを知っておいてもらえると、嬉しいです。ちなみに、フクロモモンガの寿命は、8年15年あたりと言われています。次によく比較されるのが、ムササビとは何が違うのかというと、専門的な話は除いて、イルカとクジラの違い、ワラビ、ワラルー、カンガルーの違いなどと、同じく大きさの違いだと思ってもらうと、わかりやすいと思います。皮膜を広げた状態のモモンガが、ハンカチサイズなのに対して、皮膜を広げたムササビは、座布団サイズの大きさになります。ムササビって、結構大きいんですよ。それに対し、フクロモモンガは小さいので、手の上に乗せることもできます。さて前置きが長くなりましたが、当時のフクロモモンガはどんな感じだったのでしょうか？5つの項目について、過去と現在を比較しながら、僕の体験談をお話ししますね。まず、1つ目は値段についてです。あまり細かく言うと、生し話になってしまうかもしれないので、当時と比較して、現在がどれくらいかをお伝えしますね。当時は、現在のように、いろんなカラーバリエーションを持ったフクロモモンガは存在しませんでした。今は白っぽい色、クリームっぽい色、焦げ茶っぽい色などなど、いろんなカラーのフクロモモンガがいますが、当時は薄い灰色で、ところどころ黒色のまだらが入った、フクロモモンガが普通でした。そのフクロモモンガの取引価格は、現在の値段の約5、6倍で販売されていました。当時、フクロモモンガは、珍しく、とても貴重な動物でした。しかも現在は、ブリーダーさん経由などでもお迎えできますが、当時は一部のペットショップのみでしか、お迎えできませんでした。ブリーダーさん経由だと、ブリーダーさんにもよりますが、フクロモモンガを育てている人の顔が直接見れるので、安心してお迎えできますが、当時はペットショップの店員さん自体も、育て方をあまりよくわかっていなかったので、今と比べると、劣悪な環境で育てられていた気がします。その流れで、二つ目のフクロモモンガに与えるご飯についてお伝えします。現在は、フクロモモンガについて、いろいろと研究が進んでいて、いろんなご飯をあげることができるようになりました。うちでは毎日小動物用の栄養バランスの取れた固形フードと野菜や果物、ささみ肉、ヨーグルトをペースト状にしたものを与えています。基本的におやつは与えないようにしているので、おやつ代わりにペースト状にしていない果物や野菜もたまにあげたり、あとは昆虫入りの固形フードをたまにあげたりしています。体重管理もほぼ毎日していて、うちで現在飼育しているフクロモモンガのシロは現在生後1年くらいで約 90g、クロは生後半年くらいで約 95g です。体重には個体差がありますが、一般的に90-150g が適正範囲と言われています。一方、昔はどのようなご飯を与えていたかというと、ひまわりの種とオレンジのみです。現在では考えられないのではないでしょうか。両方とも現在は頻繁に与えてはいけないものになっています。ひまわりの種は毛に艶を出すために、たまに与えても良いとされていますが、揚げすぎは肥満の原因にもなります。またオレンジは体を冷やしてしまうので、下痢を引き起こしやすいとも言われています。そんなご飯を僕は毎日あげていました。当時はそれが普通とされていたからです。もちろん体重も一度も測ったことはありません。ですが、なぜか元気には育っていました。三つ目は飼育温度や湿度についてです。これに関しても昔は全然気にしたことはありませんでした。暑かったら窓を開けておく、寒かったらケージに毛布をかけるくらいで、現在みたいにヒーターやクーラーを使うことはほとんどありませんでした。現在は温度計、湿度計を常に気にしていますが、当時はそんなことを全然気にしていなかったので、今の飼育方法にとても驚きを感じています。それだけフクロモモンガに関して分かってきたことが多くなったんだなと、同時に嬉しくもあります。四つ目の遊具や寝床についても同様で、昔はケージに遊び道具は一切入れてませんでした。
というよりも遊び道具は必要なことすら知りませんでしたし、当時はそういうグッズはほとんどなかったと思います。寝床に関しても今はハンモックなどもありますが、当時は木の寝床があるだけで、その中におがくずを少し入れていたくらいです。今はタオルとかを使ったり、便利なグッズもたくさん増えてきて、ついついグッズを買いすぎちゃうのが難点です。最後に5つ目の遊ぶ頻度ですが、今でこそ蚊帳の中で遊ばせる蚊帳んぽや部屋の中で遊ばせる部屋んぽという言葉が広まるようになりましたが、当時はそもそも遊ばせるという発想はありませんでした。当時お迎えしたのは 3,4 歳くらいの袋ももんがで、懐いていなかったのでケージの外にはほぼ出しませんでした。半年くらいかけてオレンジを使いながら袋ももんがが手の上に乗ってくれるようになったのは、今となっては良い思い出です。こんな感じで当時と比べると飼い方がとても進歩していて、約1年前に久しぶりに袋ももんがをお迎えした僕は当初びっくりしていました。皆さんも袋ももんがに関してびっくりしたことはありませんか？次の動画でも僕がびっくりしたことをお伝えする動画を用意しています。また楽しみにしていてもらえると嬉しいです。次の動画でもお会いしましょう。ぜひチャンネル登録と高評価いいねもよろしくお願いします。